おはようございます。31日、はい、はい、そうですね、まあいろいろ現場がありましたけども、まあ大体半分ぐらいの現場を放映できたかなという感じです。結構大規模なやつとか、できるだけ自分の考え方が合ってるブリクラリティという考え方でできた仕事が、まあほとんどだったかなというような感じですね。あ、今日もそんなに、はい。まあちょっと数的にはね、あのサッカー競技場で、おお4万って言ったらこのぐらい入るのかというような感じで想像はつきますけども、まあそういう方が楽しみだから、まあ、現場も気を抜けないような形で、まあ気を抜いているわけじゃないんですけども、自分の原動力っていうんですかね、そんな多い方が見てくれてるっていうことにおいて自分の力になっております。本当にありがとうございます。YouTube 作ってくれてる方、自然体でそのまんま撮ってくれてるんで、ごく自然と工事をこなしていってるという姿でできますから、まあ、普段とは変わんないです。はい、私も結構外国の YouTube を見ますと本当に学ぶことが結構多くて、もう国が違っても手を動かして作ることに関しては同じだから、そういう方々との通じ合うものがあればいいかなと思っております。まあやってるで、まあ動いてれば年齢的なものは忘れちゃうんで、まあただ肉体的な衰えとかそういうのは若干感じる場合もありますけども、まあその分なんかこうやりたいことがどんどん蓄積されて、続けることがなんか次の発想が出るんで、だからそれがちょっと我が家一緒にやってるコバちゃんとかカンタロウとかカズさんなんかが戸惑っちゃうかなと、まあ、そこで終わらしときゃいいのにここもここもっていう感じになってしまうという、だからおかしなもんで、衰えてくるかなっていうよりもやっぱり人間動いて好きなものをやってるとこれっつ終わりはなくて、絶えずそこからまた湧いてくるんで、また挑もうというなんか感じになりますから、だからなんかこれは若い時はね、一現場終わるごとに、ああもう次はやりたくないとよ、だけど なぜか年取るほど好きなものをやっていけばいくほどそういう気持ちは消えていく。まあ、これは現場の大小関係なしに、まあ、金額も関係なしにお客様と触れて作っていったそのプロセス、何かヒントをやったらどっかでこれがまた使えるかなとか、失敗も多いんですけども、まあ、それを失敗と思わずに楽しめるようになったかなと感じですね。はい、ですね、家内のなんか考え方、どうしてそういう発想が出るんだろうとかいろいろありましたもんね。その部分をなんか伝えたいという、まあ教えたいっていうのはちょっとあれですけども、まあ一応ガーデンアーティスト養成所と家内スタイルラボという一つのものを設けまして、来春ぐらいからですかね、専門職以外の人も含んだ形で教えて、まあ教えてっつうより伝えたいと思っております。そうですね、この考え方って結構いろんな物事に応じてなんか通じる、造園だけじゃなくしても自分の生活においても、大城そういう考え方を教えていきたいという感じの養成所です。はい、そうですね、まあいろいろガーデニングに関しての基本は
興味がある方、まあ本来自分で一番作ってしまえば一番楽しいことであるんであって、我々造園や関係以外の方でもまあ参加していただければと思って、来春から開講したいと思っております。はい、それをちょっと今準備したりなんかしております。はい、例えばもう私が出会った言葉で、今基本的に、物事をやってるっていうのが、ブリコラージュという考え方、これ一つもう20年ぐらい前からその考え方で、庭作りという形の中でやっていきますと、結構なんか楽しくスムーズに自分流に作り上げていける考え方に到達しましたもんで、まあ技術面においてはこれはもう長くやればやるほど、まあその技術をね、どこまで表現タッチを、まあ絵と同じように粗いタッチか繊細なタッチにするかはもうこれは個人差、好き嫌いありますから、まあその考え方、物事の捉え方というものをちょっと教えていきたいと思っております。 YouTube になりますとね、ビフォーアフターという感じで作った出来栄えって、やっぱりその原点になるのはやっぱりその過程、その過程の大事っていうか、その面白さっていうのをまあ伝えたいという気持ちが強いです。はい、まあ一応ですね、対面的なものと、まあこれ距離的なね部分で近い方はまあ本社の方に来ていただいて、まああとは地方の方はリモートで、この間も外国の、まあ、オーストラリアの方でお庭を作ってる作り相談が来まして、それに対してリモートで庭の情景から全部こう映したことにおいて、いろいろとこれからこういう形で進めた方がいいとか、まあその映像の中でいろいろとご指導させていただいて、まあ結構距離的なことは関係リモートでできちゃうなというような感じもしますから、はい、だから直接受ける方とまたオンラインでやり取りができる方を両方考えております。はい、まあ授業っていうとあれですけども、やはり皆さんと話してこう話してるうちにそのまた発想が出たり、なんかこっち私自身も非常になんか楽しみに、まあ、そっちの方が強いかな、参加してくれた人の考え方がどういうものかによって自分がどう影響されるかっていうのがなんか非常に楽しみにしているんですけど、年に1回もう15年ぐらいになりますけども、一応集中講義っていう形で実習、まあ庭を作らせたり、とにかく体を動かして自分でまず頭で考えたことを形にするという授業も続けております。はい、まあ、ないですね。一緒にやってる若者たちは自分の体を動かして見せるということをしてるぐらいですね。71、そうですね、まあちょっとそれでまた自分のなんか庭の世界観が変わってくると期待してるんですけど、はい、あ、そうですね、ですからこれがもうはっきり形になり次第新たにまたご報告させていただきたいと思っております。ああそう、あ、それが一番いいと思いますね。そういうものもその過程を放映するっていうのはやっぱりいいかなとは思います。はい、いやいや、そういうわけじゃなくてね。これね、いやいや、これもう年齢関係なしに
明日ね木から落ちたとかそういうので、まあ本当にね、なんかこれやっぱり自分でチャレンジしてるとそういうものも少なくなるのかなとかね、自分では思ってるんですよ。まあ、ね、年齢的っていうのはね、他者が気にするだけであって、自分本人は本当にあんまり感じてないんですよね。だからそのぐらい時がこうボンボン早く、だから先のことっていう気がついたらね、80、90とかなるか分かんないけど、そうですね、まあその年齢に応じた形のものが形としてアジア的には出てきる。だから若い時はわびさびとかいうね言葉においてもそれほどピンとこなかったんですけど、まあそのわびさびというような言葉の響きもなんか最近はあこれがそうかなというような感じで 表現というか出てくる、来てるのかなというような感じもします。本当に、この1年見ていただきまして本当にありがとうございました。本当に自分もこの YouTube を1週間に1回放映するということによっても非常に、仕事に対しても非常にちょっとパワーが充実した仕事になっております。来年も良き映像をお送りしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。本当に今年は1年ありがとうございました。皆様方本当に良いお年をお迎えくださいませ。どうも。